おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビーふぐみかんのふぐみかんです。今日もね、夕立に降られてびしょびしょになって帰ってきたんですけど、こっちはね、まだその夕立ぐらいで住んでるんですけど、場所によっては本当に豪雨に見舞われた方もいらっしゃるようで、お早い復旧をお祈りしております。さて、まあ、そんなね、話もあるんですけれども、そういう話とは関係なく僕は今回のレビューを落としまして、ちょっとね、聞き込みが足りなかったので、これからまた聞き込んで、時期を見てもう一回この今日予定したヤフーのレビューはさせていただこうかと思うんですけれども、まあ、そこをつなぐために今日はちょっと無駄な話をね、一つお話しさせていただこうかと思いまして、もしね、お時間ありましたらお付き合いいただければと思います。さて、タイトルの方にも出てると思うんですけど、なんで僕がこんな褒め一辺倒のレビューばっかりするかっていうお話をちょっとしておかないかなといけないかなと思いまして。何回かしてるんですけれども、多分これはね、聞くジャンルとか、あとは自分のイヤホンのね、どんなイヤホンがいいイヤホンかっていう考え方によってると思うんですよね。普通その3万円、4万円ってイヤホンの階段を上がっていく人って、ある音を求めて多分上がっていくと思うんですよ。例えばその自分の聞くジャンルで、この楽器が気持ちよく弾けて、で、このパートがちゃんと明確に弾き分けられるっていう、例えば指標があるとします。で、その指標に合わせて、明確に点数ができる人っていう人が結構レビューアーさんの中で多い気がするんですよね。で、それに対して僕って、聞いた、楽しかったっていうレビューを書いているっていう、今ね、すごく小学生以下の返答が、幼稚園児みたいなお返事がありましたけれども、そういうことなんです。単純に楽しいイヤホンを楽しいって言ってるだけなんです、僕は。レビュアーじゃねえな、こいつっていうふうにお考えの方もいるかと思うんですけど、これなんでかっていうと、ジャンルとかの問題もあると思うんですよ。結構ね、クラシック、ジャズ、ロック、そういった生演奏がある曲のレビュアーをされる方は結構そういうシビアな意見を書かれる方も多いかと思うんですけど、僕って実はその EDM ですとか、テクノですとか、そういった電子音楽、サンプリングっていうね、その生の録音をこう取り込んで、それをこう組み合わせて音楽を作るタイプのものもありますけれども、基本的に実際に生演奏っていうのは出現しない電子音楽ばっかりを僕聞いてるんですね。もちろんその生演奏の曲も聞くので、そういったものでこう、このイヤホンはここの生演奏の表現力が素晴らしいよ、ボーカルが素晴らしいよ、みたいな話をすることもあるんですけれども、基本的にはやっぱり電子音楽基準だからこそ、こういう楽しかったっていう感想が基本的に出てくるんですね。もちろんこれ音こだわってる電子音楽の方もいらっしゃるので、こういう風にならないと思うんですけど、一リスナーとしてはそんな感じのスタンスです。で、なんで楽しかったで済むかっていうと、やっぱその音聞いて気持ちいいかどうかっていうのが一番大事だと思うんですけど、あとはね、そのやっぱり聞けば聞くほど、この音の詳しさが分かってきて、あ、いいやもんなんだな、ってちゃんと調整されてるんだなっていうふうに感動することもありますし、単純に押しだけで、強い押しだけで楽しいやもんっていうふうに判断することもありますし、その両方ができてないからこれはダメだっていうこともたまにあります。ね、最近は本当にそういうイヤホンがなくなって、とても精神衛生上よろしいんですけれども、そんなところもあって、あとは僕がそのいいと思った、悪いと思ったももちろんありますし、あとはその上に、人の趣味によってまた僕が、もしこれはちょっといいポイントではないなと思ったポイントも、ここは素晴らしいっていうふうにおっしゃる方もいるんですよ。もちろんそれは当たり前ですよね。僕と考えが違えば、それは僕がダメだと思ったところが良かったり、僕がいいと思ったところが、それはないっていうふうにお考えの方もいますし、実際そういうコメントもいただきます。で、その上で、じゃあ、僕が一回聞いて、ん?って思ったところも、いいと思うんだったら、これはこういう人にはいいよっていう表現の仕方になるじゃないですか。つまり褒めになるんですよ。っていうと、基本的に褒めのイヤホンがめちゃくちゃ増えるんですね。もうこれは、こういうレビューで、この人におすすめ、この人におすすめっていう風にやっていくのが、一番人にね、手に取ってもらいやすいレビューになりますし、誰が見ても、気持ちよく見れるし、あ、実はこういう良さあるんだなって再発見できるレビューになると思いますので、僕はこういう風にやってますし、もし点数が欲しければ、ちゃんとね、そういう考えてやられてる、僕みたいに楽しかっただけで終わってないイヤホンのレビューいっぱいございますので、できれば、うちのレビューと合わせて、そういった、こう、辛口めのレビューを見ていただくと、で、辛口めのレビューもね、やっぱり僕じゃないですけど、考え方で好みとか、あと目指してるところが違ったりとかしますので、いくつか見ていただくと、やっぱね、購入の決断に一番いいんじゃないかと思います。本当に合わせてレビュー見ると、こう、なんて言うんでしょう。僕がこう立ってるところからの距離と、その人が立ってる人からの距離とか、そういったところで何個か合わせると、実際にそのイヤホンが立ってるところが見えてくるかと思いますので、この、
デビューチャンネルは基本的に褒めまくります。あの提供とか関係なく、提供受けたら、あ、これ提供受けたんだって、あのちゃんと聞いて褒めなきゃなって思いますし、自分で買ったらこれ3万円するんだぞ、褒めなくてどうするんだよってなって、結局褒めます。僕はどっちにしろ褒めます。なのでそうじゃなくて、こう実際に感じてね、不満を感じたポイントとかを聞きたいなと思った人は、そういったレビューを見てもいいですし、あのこのレビューは本当に役に立たないと思ったら、本当に他のレビューを参考になさってください。このレビュー見てでも、それだとね、なんかモヤモヤするなで終わっちゃうと思いますので、お互いのためにならないんでね、こんなスタンスではございますし、予防出されてもこのスタンスのまま楽しかったしか言わなくて、引っ叩かれてることもありますけれども、でも僕はこのスタンスでやっていきますので、よろしくお願いしますという感じのダ話なんですけども、いかがだったでしょうか。結構ね、年度の初めぐらいに毎度毎度紹介みたいな感じでこんなこと言ってるんですけど、提供バンバン受けますし、提供されたら褒めますし、提供されて褒めてない場合は、基本的にどうします、こんな状態ですけど出しますかっていうふうに、実はメーカーさんのね、お伺いを立ててダメな場合は、そのまま見なかったことにするってことをやってるんですよね。なので提供は褒めのレビューになりますし、本当にそれはないなと思ったら、ちゃんとね、確認は取ってますので、まあ、提供で褒めてるのは当たり前です。褒めてます。褒めてますけど、無理筋で褒めてるわけではないので、そこはね、お察しの上で、またこれからもご覧いただければと思います。このチャンネルはどんどん提供を受けます。じゃないと死ぬからです。という感じで。改善になってなくて申し訳ないんですけど、これからもこんな感じでやらせていただきたいと思います。1万人再生のね、俺もちゃんとできてなかったので、この場を借りて、本当にこんな楽しかったしか言わないレビューで、ここまで来れたのは皆様のおかげですので、ありがとうございます。これからもね、ぜひともよろしくお願いいたします。なんかレビューした方が良かったな。これ燃えないかな？とても怖いんですけども、今日はこんな感じで。お付き合いいただきありがとうございました。レビューふぐみかんでした。また明日。明後日かな、お会いしましょう。ありがとうございました。